私とラックンが出会ってなんと9年目になります。はい、記念日です。出会った記念日。はい、でまあちょっと平日で何もできないかなと思ったんですけど、今ラックンがミラのことをお願いつけてくれてるので、その間にウーバーでデザートを頼みました。はい、そのウーバーがもうちょっとで届くので、届いたらラックンにプチサプライズしたいと思います。ウーバーが届きました。せーの、じゃーん、サプライズ成功。めっちゃうまそうだねこれ。ラックンが好きそうだと思って買ったんだけど、うん、ローが垂れちゃった。ティッシュ大丈夫、食べる。いただきます。はい、ということでサプライズ成功しましたか。驚いたぜ。よかったね、あのミラが俺選んで。いや、そうだからちょうどいいと思って、今日珍しくね、いつもは私と寝たいっていうのに今日はなぜかラックンと寝たいって言ったから、これはサプライズできると思ってやったわけ。そういうのもあったから、サプライズあれなんて一切思わなかった。思わなかったでしょ。だって寝るから。いやだから、もしミラが私と寝るって言ったら、寝てる間にウーバー頼もうかなと思ったの。あー、でなんか来るみたいな。そう、いただきます。美味しいです、やっぱこういうの。これ、美味しい？うん。カフェ開いてんだろ、この時間に。いや、9時20分までだったのね。だから、閉店30分前ぐらいに頼んで。カフェっていうか、デザート屋さん。てかね、本当は最初スタバにしようかなと思ったの。スタバ飲みたかったから。でもね、スタバないの、ウーバー。やってないんだ。やってない。アプリから。アプリ。で、ピックアップしかないから、運転しなきゃいけないじゃん。別にスタバでもいいかなと思ったんだけど、こっちのスタバのデザートってあんま美味しくないじゃん、うん、種類もそんなないし。日本も美味しいの？日本はいっぱいあるよ、美味しいよ、うん、日本のケーキとか。途中でカメラの電源が切れちゃったんですけど、どうですか？9年出会って9年長いですね。長いね。ね、もう10年経つね。歴史が刻まれてってる ね、うん、よく聞かれるんですけども、ラックンとはその9年前メルボルンで出会いました。はい、日本では出会ってません。多分日本にいたらきっと出会ってはないだろうね。日本にいたらそうだね、うん、まあ生まれた場所近いから、私が引っ越してなければ、うんうん、もしかしたら地元が隣同士だったじゃん、もしかしたらね。そうだね。で、うん、俺にもし日本行ったらどうせね、地元に住んでる可能性高い。そう、でもラクンはもうだってほら、高校生の時からオーストラリア行ってるし、うん、いやでもやっぱり日本に住んでたら俺はやっぱ地元大好き人間だから、もともと。あ、地元にいるってこと？そう、たまにもしオーストラリアに来なかったらみたいなことを考える時は、うん、何してたかな。いや俺多分腐ってたね、日本で。あ、多分ダメな子だ。もともとそんなに出来のいい子じゃないと思うから俺。不良に走ってた。パチンコとか打ってパチンコ打ってパチンコ打って酒飲んでる人。酒飲んで私日本にいたらとか考えたことないな、全然。っていうか、まあ日本にもだってちょくちょく住んでたじゃん。日本にいる時って私いつも生活しんどいの、実家出てから、うんうんうん、実家出てからっていうか、私は高校でオーストラリアに留学したんだけど、日本に帰って高校卒業して、でその後もまたオーストラリア行ったりで、その時点でもう実家に戻れないじゃん。戻れたけど海外生活もしてたから、あの日本に帰ったところでじゃあ実家に住もうってならないじゃん、もう。
そう、それで高校卒業してからはもうずっと実家では暮らしてないから日本にいても、うんうん、そうだから今でこそ戻ったら実家に泊まるけど、そう今はね実家にもちろん泊まるけど、うん、家がないから。でも日本にいる時は基本自分で頑張って生活してたじゃん。してたね。でもその生活が本当にしんどくて、仕事をめっちゃ掛け持ちしてたし、うん、日本ってさ遊びもすごいいっぱいあるし、買えるものがたくさんあるじゃん。お金使おうと思えばいくらでも使える。お金めちゃくちゃ使うのよ、ね、金銭面でしんどいっていうことが多い、ね、若いからいっぱい働けてたけど、うん、でも今思うとこの年でそう日本帰ってあんなバリバリは働けないなと思う、うん、いいんだよそういう時期があって。そういう時期はそういう時期だから、まあね、うん、うん、そう、あの俺最近思う今読んでる本で思ったのが、うん、あ今鈴木治の本読んでて、うん、仕事を辞めるみたいな話だったか何だったか、うん、した時に仕事辞めちゃったらやっぱ収入減るからみたいな、うん、どうしようみたいな、やっぱそこはネックだよみたいな話をした時に、森さんちの大島はいやでもお金のことばっか追っかけすぎると、うん、あんま楽しくないよねみたいな、うんうん、だからやっぱり自分のやりたいことっていうのをまず軸に据えて、そこからあとは何とかしていけばいいんじゃない、うん、みたいな、うん、先にそういうことを考え始めると動かないよみたいな、うん、難しいけどね。難しいよ、そこ心配しないの。でもやっぱりじゃあ自分が何が楽しい、やってて楽しいのかとか、うん、何にワクワクしてんのかとか、うん、そういうのをきちんとやっぱりでも見極めていかないと、うん、結局じゃあこれがお金だからあれがお金だからってやっていくと本当に楽しくないんじゃないっていうか、後々後悔するんじゃない、うん、逆にみたいな、うんうん、と思った。だからお金のことはまあなんとかなるべっていう、うん、なんとかするその場その場で、うんっていう風なスタンスでいいんじゃないのかなって最近思う、うん、うん、子供いるけど大丈夫？うん、それでも子供いたってやっぱでも自分の人生は一回きりだからさ、まあね、うん、その割にはさ私がさ、うん、これこれしたいけどどう思うって言ったらさ心配するじゃん。いやだから俺も言いたくないのよ、直していきたいのよ。でも俺実際いくら持ってるか分かんないから家族で、うん、うん、だからやっぱそう思っちゃう時はある、うん、でももうやりなよってね、ゆうゆうちゃん結局。いやそうだけど私はちゃんと説明するじゃん、うん、こうこうこうでこうだからいくらかかるとか、うん、説明した上で納得してるってことでしょ。そうだよ、うん、うん、もうそれは任せてるよ、うん、だからその今でしかできないこととか、だから俺は結婚式もそう、でもあの時は俺は結構お金のことやっぱりネックに思ってたけど、うん、本当にいやマジかと思うけど、うん、でもやっぱ結婚式なんかはやった後のやってよかった感がもうものすごい金額以上に俺は上回ったから、うん、本当にやってよかったと思って。よかった、その言葉聞けて。いや本当よかったと思って、プライスレスじゃないけど、うん、そう、だからそこを見極めるの難しいけどね。まあね、やる前から見極めるっていうのは、うん、でもそれこそ今年はやっぱいろんな優先順位とか考えて1年のプランをほぼ立てたじゃん、うん、とりあえずイースターにあのニュージーランドに行きます。そう、やっぱ今しかできないっていうことをいろいろ考えて、まあ、もちろんお金の面も考えてたけど、うん、今年はニュージーランドに行きたいっていう目標があったので、とりあえず今年のイースターはニュージーランド旅行になりました。友達がいるんだよね。そう、はい、理由としてはそこだよね。そうだね、ニュージーランドはもう行ったことあんのよ。で私もワーホリしてたので、うん、今回の目的は、まあ、旅行というよりかは友達に会いに行くっていうことで、うん、そう、でミラは日本以外の海外初めてだからね。あー、はい、そっかそっか。そう、うん、それもすごい楽しみ。まあオーストラリアとあんま変わんない、変わんないけどね、ニュージーランドはね。そう、うん、でもミラーがこう今もう2歳9ヶ月になったじゃん、うん、すごい成長を見せてくれてるから、その成長した今のミラーが違う環境に行ってどういう反応するのかとかも見るの楽しみだし、今言えばわかるからね。そう、会話ができるからね。飛行機乗ってくよとか、この前も言ったんだよ俺、飛行機乗るよ、あのもうちょっとしたらっていう話をしたの、うんうん、飛行機って言ったらシートベルト締める、カチッカチッってやる、カチッって言うんだよ。未来行くってすぐ未来行く、未来行くって靴とか履き始める準備し始める、準備し始める今じゃないよ、うんうんうん、まだ先だよ。今年は結構楽しみなこといっぱいあるな。そうだね、充実した年にしたいなと思って、うん、
今年そうだね、楽しいこと多いし、うん、俺やっぱ土曜日休みってマジ楽しいんだけど。そうだね、ラックンがついに土日休みになりました、うん、今年から、はい、おめでとうございます、はい、今まで収録で働いてたからね、大事だなと思った、うん、人間ちょっと充実してる、働いてる時間っていうか働いてる日数とか、うん、関係あんだなと思った、この気持ちの問題で、うん、日本とかマイクロソフトが週4で働くとかやっててすごい良かったみたいな話聞いてて、うん、ふーんとか思ってたけど、うん、実際自分が土曜日休みになるとあもう絶対変えないと思った、うん、ここはもう譲らないと思って、だから仕事場に土曜日来てくれって言われても無理ですっていう、うん、そこだけは無理です、そこ大事にしようじゃ、はい、あと職場近いの最高、そうだね、うん、ガソリンが減らない減らない、本当にびっくりした ね、全然ガソリンが減らないの、ね、それだけで節約になるし、毎週1回満タン入れてたのがさ2週間に1回なんだね、すごいよね、はい、運転しないストレス、あ確かにそれも大きいね、大きい、俺は運転ばっかしながら、運転はねストレスだよ本当に、オーストラリアで特に、うん、疲れんだよ。ということで今回はちょっといつもよりもめちゃくちゃゆるゆる動画だったのですが、あまあたまには2人でねこうやって話す動画もいいねと思ってくれたら、ぜひグッドボタン押してください、コメントも待ってます、はい、最近は更新率があんまり良くないですが、私も頑張って撮影編集しますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。編集いつでも行って、まだ楽には任せられませんはい、また次の動画でお会いしましょう。またねー。